中お見舞い申し上げます。こんにちは、みほです。今日は2週間ぶりのボイストレーニングに行ってきました。声の調子は良く、今まで無駄に力んでしまっていた部分が改善したので、いい加減ボイスサンプルを作ろうと思います。作ろう言ってなかなか作っていませんが、7月中にはなんとか作る予定ではいます。その後用事があって六本木に行ってきました。あ、こちらは六本木のミッドタウンの前です。建物がおしゃれですね。緑がたくさんあって涼しい気がします。さあ、用事が終わって帰ろうと思って、その時時間が15時ぐらいだったんですけれども、なんかお腹が空いてしまったんですよね。家に帰ってから食べようか迷ったんですけれども、せっかくの六本木ミッドタウンなので何か食べようかなと思って、フードコート的なところに行ってみました。いろんなお店があって、お茶漬けのお店とか、あとはベトナム料理、うどんのお店、あとサラダのお店、肉のお店、いろいろ入っていて迷ったんですけれども、よし、せっかくなら家で作れないものを、作れないというかあんまり作らないものを食べようと思って、もつ鍋屋さんに入りました。なかなか一人でもつ鍋を食べる機会がないので不思議な感じでしたけれども、席が一人ずつ食べられるようになっているところがあって入りやすかったです。食べてから家に帰りました。じゃあ今日はこの辺で、バイバイ。